この度日本初となるガスと電気を組み合わせた業務用空調システムスマートマルチと、そのスマートマルチを遠隔で最適制御し、フルメンテナンスや運転状況の見える化も行うクラウド制御サービスエネシンフォを開発しました。ハイブリッド空調スマートマルチの概要をご説明いたします。スマートマルチは日本で初めて GHP と EHP を同一冷媒系統に組み合わせ、個別空調のガスと電気のハイブリッド化を実現しました。また遠隔監視アダプタの設置により、遠隔から状況に応じてガスと電気による運転比率を最適に制御していく、今までの個別空調にはない全く新しいタイプの空調システムです。続いてスマートマルチを賢くかつ安心してお使いいただくためのサービス、クラウド制御サービスエネシンフォの概要をご紹介します。エネシンフォサービスはスマートマルチの最適運転制御、フルメンテナンス、運転状況の見える化を行います。ガス・電力の供給と合わせ、東京ガスがトータルでエネルギーコスト削減を実現します。まずスマートマルチについてですが、 GHP と EHP 一見動力源以外には違いがないように見えるんですけれども、実際に一緒に動かしてみると構造ですとか制御のところ細かい違いがたくさんありました。で、一緒に GHP と EHP を動かすにあたってはその違いをですね、克服できるように問題点をまず抽出しまして、それについての対策をみんなで考えました。考えた対策をですね、その機械に乗せて様々なですね、運転のパラメーターを繰り返し繰り返しやりまして、一緒に運転できるようにチューニングしたところです。最初の時期はですね、なかなかそのチューニングがうまくいかずに GHP と EHP 全く動かなくなってしまって、空調が効かなくなってしまい同僚に怒られたりもしたんですけれども、今はそういうこともなくですね、自由自在に機械をコントロールできるようになり、商品化することができました。クラウド制御サービスのエネシンフォにつきましては、お客様ごとにですね、電気料金ですとかガス料金、それから使い方のパターン、さまざま使い方が違ってきています。で、そのいろんなお客様に合わせてですね、最適な制御をご提供する必要があります。ですので、まずは東京ガスが保有するさまざまなお客様のデータをですね、抽出しまして、それをもとにですね、エネルギーの運転状態をシミュレーションできるソフトを構築しました。で、その構築したソフトを使ってさまざまなお客様に合わせてですね、いろんな運転パターンを試しまして、最もですね、効果を出す制御はどういうふうにしたらいいのかというところをたくさん、検証してきました。で、そのですね、制御の作り込みに非常に苦労、しました。まず一つ目はコスト削減になります。クラウド制御サービスエネシンフォによってスマートマルチを最適に制御しますので、お客様においてはですね、デマンドの上限値ですとか電気料金、ガス料金、細かいことは気にせずですね、普段通りご使用いただくだけで、自動でですね、エネシンフォが最適な制御をすることで、EHP と GHP、また電気料金とガス料金のいいとこ取りをしまして、運転コストを大幅に削減することができますので、まず一つはコスト削減に大きくご期待いただきたいなと思っております。で、二つ目に、社会貢献というところが挙げられます。今後ですね、太陽光ですとか、風力発電などの自然エネルギーがどんどん、系統の中に、増えてくるということが予想されております。スマートマルチまたは、エネシンフォにおいては、例えば日中ですね、太陽光の電気が多くなってきた時には電力を EHP を多く使って、逆に夕方になって自然エネルギーが減ってきて電気が足りなくなってきたら GHP でガスで運転してあげる、そういう制御をすることで系統のですね、安定化に貢献して再生可能エネルギーの普及に貢献でき、それが社会貢献につながっていくんじゃないかというふうに考えております。2016年4月の時点では、まずは GHP20 馬力と EHP10 馬力の30馬力の組み合わせ一つのラインナップになっております。で、これから先もっとですね、さまざまなお客様にご使用いただくために機器の容量ですとかバリエーションを拡大していく開発を予定してございますので、ご期待いただければと思います。